エスタディオ・イダルゴ、またはエスタディオ・ミゲル・イダルゴはメキシコのイダルゴ州パチューカにあるサッカースタジアムである。スタジアム名はメキシコ独立の父と称されるミゲル・イダルゴに由来する。スペイン語でハリケーンを意味するウラカンの愛称でも知られる。CF ・パチューカがホームスタジアムとして使用する。スタジアムは1993年2月14日にパチューカと プーマスデラーンアムの試合で会場し、パチューカが0-2で敗れた。プーマスのホルヘサンダヤーナが、スタジアム初得点を記録した。2004年に改修を終え、メキシコを代表するスタジアムの一つとなった。同年8月1日にパチューカとプーマスの試合で会場し、パチューカが2-1で勝利した。ブラジルの元サッカー選手のペレが、ゲストに呼ばれ、試合前にテープカットを行った。 また、二つの VIP 席にペレとウーゴ・サンチェスの名前と写真が使用されることが発表された。同年10月6日、2006フィ f ファワールドカップ北中米カリブ海予選のメキシコ代表とセント・ビンセント・グレナディーン代表の試合が行われ、メキシコ代表が7-0で勝利した。スタジアム北側にあるクラブハウスの廊下には、ハビエル・アギーレーラ・パチューカ歴代監督の写真。 クラブハウスからピッチまでの通路の入場口にはクラブが獲得したトロフィーや当時のユニフォーム、レジェンドの写真などが飾られている。2011年6月から7月にかけてメキシコで開催された 2011FIFAU-17 ワールドカップでは会場の一つとして使用された。2015年ネットフリックスのメキシコを舞台にしたオリジナルドラマシリーズ クラブで食えるボスの撮影が行われた。パチューカはエスタディオイダルゴで2015年11月からリーグ戦29試合連続無敗を記録していたが2017年7月29日に行われたアペルトゥーラ2017第2節のクラブアメリカ戦で30試合ぶりに敗れた。ありがとうございます。